の大きい湖から東の大きい湖ですけど、意気込みを一言。とりあえず琵琶湖に負けないように頑張って釣って帰ってきますんで、期待しててください。いや、琵琶湖に負けないってことは相当期待します。はい、わかりました。頑張ります。はい、頑張ってください。庄司純選手です。ちょっと言い過ぎたかな。いや、でもかっこいいっすね。はい、庄司純選手のスタートになります。頑張ってください。泳ぐんだろお前。今やってるリグがパンチショット、はい、ワームが、ネットベイトのなんだこれは、ミニビーバグ、はい、うるさいなあの鳥、朝からやがましい、黙っとけ。よっしゃー、ホイインできる。釣っちゃいました。逆光ですけど。はい、ナイスシール。ナイス。いるよ魚。よし、いい感じだ。じゃあね、うん、それです、それぐらいですね。あー、よかった。今のでどうだろう、800ぐらい、800、うん、そんなもんですね。はい、幸先いいですね。今の新しいスクエアビル釣れるかな。こういうね、岩の先端とかはきちっとなんかルアーを通して確認だけはしとかないとね、釣れないこともないはずなんで。こういうところにね、でっかいのがたまにゴーンとついてたりするときあるから、近づく前に通して、
アイマのね、クランクベイトでスクエアビル、はい、なんかね、このフォールターンオーバーの時期のこの白、時期に白っていうのがすごい効きますね。うん。もう自分のただ経験だけなんですけどね。チャート系のやつは結構みんないいっていう人多い。多いですね。うん。で、特になんかこの白っぽい色がなんかやたら効くような気はするんですけどね。ホワイトチャートっていうのかな。多分この時期に水も濁るしっていう部分やと思うねんけど、ゆくゆくはね、こういうチャターもアイマさんで出せるといいですよね。よかったな今の。俺どういうことですか。テレンテンテンテレン。あ、テンション上がってきたよ。やばい。釣れへんテンションが上がってきたよ。こんなとこでこうガツンと来ひんかな、一匹ぐらい。一匹でいいから。また違うエリア行って、ここでも一匹でいいからって言うと、そのうち5本揃うでしょ。今回使ってキャットフィッシュの猛攻にあったらどうしようかなと思ったんですけど、意外と合わないですね。そんだけキャットが減ったんでしょうね。スクエアビル。スクエアビル。この辺確かね、なんか鉄柱とかがいっぱい水中の中に沈んでたはずやから、いないかなと思って。お、なんかでもないぞ。すごい綺麗に片付けられてんのかな。フォクシーフライ。フォクシーフライ、終了間際ぐらいにちょっと見つけたパターンだったんですけどね。こういうシャッドで釣れるんだっていうことがちょっとだけ分かって、
り噛みすぎ。P の 0.6 巻いて、その先にメタンリーダーの7ポンドをつけて、ちょっとね激しいとこ通すんで、2匹目やっと、ナイスフィッシュですね。かなりナイスですねこいつは。やっほさあ、シャーフェンション、ウミガメです。もう爽やかな色ですねこのボートの中。はい。これまでも800グラムっていう報告からすると800グラムは私のように見えたりするので1トンじゃないなと。はい、ありがとうございます。それでは体の中心面の状態に体の状態がすごいですね。780グラムです。また明日。そうですね。ちょっと全く違うツールで明日は。今日はまたこちらで美味しいものを食べて。そうですね。はい。スタミナつけて。わかりました。はい、頑張ってください。はい、すいません。ありがとうございます。はい、そうです。ジュン選手さん。はい、こんなんでした。まあ、ね、納得できてないですけど、また明日頑張ります。はい、お疲れ様でした。今日一日終わってですね、まあね、今日は基本的に2本ともパンチショットで釣って、で途中でまあシャットクランク巻きに行って、まあシャットでね何回かまあバイトがあって、でなぜまあそれが取れなかったのかっていうところなんですけど、まあ多分今日の釣りをまた明日やっててもウェイトは難しいと思うんで、まあ、明日ひょっとしたらちょっと朝一寄るかもしれないですけど、その後はちょっともうシャッドを永遠巻いてちょっとでかいやつを狙ってみようかなと思います。ちょっと釣り方を変えないと多分かなりハイウェイトは望めないと思うんで、まあ明日ちょっと釣り方変えます。はい、頑張ります。